かったです、うんさん、はい、よろしくお願いします。あ、どうも、よろしくお願いします。じゃあ、もうね、もう2月に入ってと、もう1月ね、今年入ってもう2月、もう節分もね、終わりまして、もう早いですよね。そのうちまた3月ね、沖縄祭りがあってね、もう4月、5月もう淡々と行くようなところですけど、はい、まあこういうね、時にまだお会いできるね、メンタルの方楽しみにしておりました。まあ、ね、一つよろしくお願いします。
輝く星に願いを込めた君のささやき、時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ七夕祭り、外れさやけき森の都、あの人はもういない。その頃はね、結構みんな髪の毛を長いね、方がこうやってあって、僕がその時、もう丸坊主でやってたんでね、なかなかちょっと表でね、弾けるような感じじゃなくて、そういうチャンスというかね、そういう表に出ることはなかなかなかったっていうのがね、あって、まあ、こういうライブハウスっていうね、ところでやれるとは、もう全然思ってなくて。まあ、卒業して35年ほどずっともね、ギターもあまりせずにね、ちょっと忘れかけてた時期もあったんですけどね、6年ほど前からね、ちょっと癖がありましてね、ちょうどまあ今日タカさんでね、先ほど最後に来られた、ね、方もテンというね、お店でやってはってね、そこで結構音楽の活動とかみんな集まっててね、やってた時期があって、そこに入らせてもらってね、きっかけがね、なんて。で、ちょうど今日2月11日のちょうど5年前にね、初めてライブハウスにね、出させてもらった、ね、オールドグラフィティっていうね、今でも覚えてるんですけど、まあ、そういうところでね、やらせてもらったところがきっかけでね、もしかしたら5年になるんですけど、まあ、そんなところで、ちょうどここ小春さんもね、3年ほど前からちょっとね、お世話になるように。入らせてもらうような形でね、やらせてもらってます。まあ、そういうところでね、私ソロでね、やってたところと、まあ、中島組っていうね、中島みゆきさんもね、歌う、専属っていうね、専門で歌うユニットがね、みゆきさんっていうのもありま
で、ある、まあ、ライブハウスでね、ご一緒させてもらってね、で、ちょっと、T45 っていうね、ところで、みゆきナイトってね、いうのが、3ヶ月か4ヶ月1回で夜やるんだよね。で、そういうのをちょっとしてたんで、ちょっと一緒にやりませんか、みたいな、そういうので、きっかけで、それも4年ぐらい前にね、話して、で、ちょっと一緒にさせてもらうのってなりましたと、ということで、です。ですので、まあ、ソロとね、ユニットと両方のね、活動でっていうところでね、去年はちょっと110ほどね、ライブハウスで出させてもらいまして、もう結構、出てますね、月大体10前後ぐらいね、出てて、もう、だいぶね、家の方で開けられて、あれですけどね、またそういう音楽活動、まあ、これから先々ね、老後にも役に立つなっていうこともあってね、またそういう勉強させてもらうとかね、その緊張するっていうのが、すごいいいことやなぁと、やらせてもらってます。はい。ね、次のね、行きたいと思うんですけど、次はね、まあ、その中島みゆきさんのね、歌でね、お聞きたいと思いまして、まあ、僕もそのソロでね、中島みゆきさんって、本番好きなんですけど、まあ、中島は、グミとかね、ユニットでやってた、ほぼ、まあ、ギター聴いてる方の、声になるんですけど、たまにちょっとね、こういうの、歌わせてもらおうかなというところで、今日はね、ちょっとクミさんでね、左に入りますけど、ちょっと緊張しながら歌わせてもらおうかな。はい。そしたらね、次、雪ってね、歌がありまして、まあ、2月、先ほどね、2週間ぐらい前よ、今も、まあ、雪がどんどんこういうところもあったりして、それにちなんで、ちょっと雪っていうね、歌をしたいなと思います。そこにいてくれた人
最初、これ1983年に、金曜日の妻たちという、ね、ドラマが、ね、ヒットする第1弾、第2弾というのがあったんですけど、第1弾目の、主題歌の、ね、曲なんですね、風に吹かれてる、ね、で僕はそこからちょっと入ったんで、優しい歌なのかなとこう、ね、思ってたんですけど、でも日本語訳をね、こう言っていくと、なかなかそういうことになってね、なかなか厳しいメッセージソングになってまして、どれだけのね、砲弾が飛び交えばと、撃つことをね、やめることができるのだろうとかね、3番、1番、2番、3番の歌になってるんですけど、3番目なんかは、やっぱりその、どれだけのね、こうあまりに多くの人々がね、こう死んでることで、どれぐらいの、ね、人が死ねばそれに気づいてね、やめる、戦争をやめるっていうのを気づくんだろうっていうようなところで、The answer, my friend, is blowing in the wind ということで、最後はそういう答えっていうのはね、風に吹かれた中でね、あるよねっていうのは、そういうような繰り返しの、ね、歌でありまして、なかなかこうね、厳しいメッセージソング。ね、これをね、聞きたいと思います。The answer is going in the wind.
Thank you.
ばかりの運の悪さを憎んだりして、君とは悲しい悲しい優しくまつげに思う人生、不思議なものですね。Good job.